こんにちは。イーロン・マスクがアップル社からなんかね、因縁つけられてるってことで、今ね、結構揉めてるらしいです。でもさすがに、個人対会社の揉め事でも、イーロン・マスクぐらいのでかい人、そしてアップルぐらいのビッグネームだと、やっぱりね、世間と私の心は騒ぎますね。で、イーロン・マスクさんがどんなことを考えてるのかってことは、まあ、私たち凡人にはなかなか計り知れないところがありますけども、ただこれはわかるなっていう言葉の一つに、アイディアってのは思いつくよりも実行することが難しいってことなんでしょうね。だからこそそのアイディアを実行した人ってのは称えられて、いやそれね前から思ってたんだよっていうのは泣き言にしか過ぎなくって、思ってるだけではもうダメなんですよね。思いついただけではダメで、知識があるだけではダメで、それを実行して結果にまで落とし込むところに、まあその開きがあるのかなと。結果を出さないといけないっていうのはどういうことかっていうと、行動したっていう結果をまず出すことなんですよね。で、多くの人に役立つこととか、ためになることってのはその次にいいと。でも、天文学とか、それから DNA の細部みたいなね、知ってもしょうがないことをたくさん知ることっていうのは、確かに生活は変わんないかもしれないけれども、だけども、より世の中を俯瞰してみることができたりとか、小さなことにとらわれなくなったりとか、まあ、様々なこのマインド、心の世界を広げてくれるんじゃないかなと思うんですよ。確かにね、昆虫が何千種類いて、そのうちのどんな種類が何をしているのかとか、どこに生息しているのかってことを知ったところでほとんどの人には興味がないですから、だから理科の教科書っていうのは退屈なんですよね。まあだけどそこにはそういったものを作った人がいるってことと、研究した人がいるってことと、研究した結果そこで飯を食ってる人がいるっていう現実はなかなか気づかれないですけども、あることなんだと思うんですよ。じゃあ学校の勉強はね、何の役に立つんだっていうふうなことをね、管を巻くまあ青年がいるとしますね。女の子でも男の子でも、で勉強して何の役に立つのっていうことに対して、試験とか教科書とかいっぱいあるじゃないですか。それによって生計を立てている人がいるから役に立つんだっていう答えもなかなか秀逸じゃないですかね。だって教科書を作ってる業者、学校、教育機関、そしたらそこにあのユニフォームを提供している被服関係のね、アパレルの会社とか、なんだったらシューズとか体育館を設計する設計士とかね、もう全て学校とか教育機関があることによって、多くの人がそこで食いつないでいるっていう、そういった意味は大いにあると思うんですよ。で、そこに一部意味を感じない学生みたいな人がいるっていうだけでしょうね。勉強して何の意味があるのと。お前には意味がないかもしれないけども、この環境のために多くの人が働いて稼いで、そして一生を終えるだけの収入を得てるんだよとか、それで家族を養ってるんだよっていう現実は、勉強やって意味がないと思ってる人に対して、真反対ではむちゃくちゃ意味のあるっていう現実を知らせることになるんじゃないかなと思うんですけどね。じゃあ行ってらっしゃい。